このアーカイブ情報は参照専用です。現在、SCP-8900-EX に対しての封じ込め手段は講じられておりません。SCP-8900 が、編集済み、のドイツ兵数人に影響を及ぼしている。アイテム番号 SCP-8900-EX。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコルその極端な封じ込めの難しさから、SCP-8900 ハケテルに分類されました。実際のところ、現時点では封じ込めることはできないでしょう。SCP-8900 に感染した人や物品は、検疫後直ちに瞬間焼却により処分されます。その結果生じた炎は感染の拡大を防ぐため、完全な暗闇の中で真空吸引により消火します。財団職員が SCP-8900 に感染した人や物品に接触することは、どのような状況であろうと許可されません。ほい、8900-1完全な暗闇は SCP-8900 の生物への症状拡散を防ぐことが発見されました。エージェント、ハーカーとミリアムは、この研究のため交流され続けています。説明 SCP-8900 は接触によって拡散する、可視スペクトルに影響を与える複雑な知覚現象です。この現象は最近開発された技術を用いて撮影することができますが、この異次様現象を撮影することは現象の迅速な拡散を招くため、推奨されません。SCP-8900 は現在未収容であり、理論的にも封じ込め不可能です。この現象は1800年代中期から後期に、特定の撮影技術の副産物として発生しましたが、その影響は写真看板のみに限定され、拡散することはありませんでした。興味深い事実として、SCP-8900 の症状が写真に現れたのは、写真技術の開発、編集済み、と考えられます。今日我々が知る SCP-8900 が出現したのは、おそらく1935年前後の、株式会社の、インテグラルトライパック、技術の実験によってと思われます。ほい、8900-2。O5、8の机より発見。諸君、我々は失敗した。SCP-8900 の影響はあまりにも広く拡散し、ありふれたものになってしまった。空の自然な青は下品で不自然な色合いに変わり、木々の緑は等しく汚された。SCP-8900 は全ての可視スペクトルに荒廃をもたらし、我々は覆い尽くされた。ただし反対の影響を及ぼす、感染症を作り出すという我々の試みは失敗した。我々は被検体に対して自然な色彩を復元させることに成功したが、この処置は被検体を無音にしてしまうようだ。その上、今しがた死者がオフィスに到着し、我々のささやかな試みが収容違反を起こしたことを伝えてくれた。未来のエージェントはその性質から、これを SCP オブジェクトとして扱わなくてはならないかもしれないな。我々にはたった一つの選択肢が残されたのだ、諸君。私は財団の最終フェイルセーフ手段、アンニュイ、プロトコルを実行する。このメッセージが、授業を許可された君たちに届いたことが確認され次第、世界中の財団が総力を挙げ、微細な記憶喪失を引き起こす化合物 N5 を大量散布する。世界中のこのような恐怖を味わうべきでない男女が、立ち止まり、困惑し、自らの生活に戻るだろう。この現象が常に存在していたと確信し、何を失ったかを決して知らないまま。ただ一つ、SCP-8900 の影響を受けていない写真のみが真実を伝えていくことだろう。私は残念でならない、諸君。本当に残念だよ。これはやり遂げられねばならない。O5-8。確保、収容、保護。